いどうもやってきましたじゃんじゃんチャンネルポポポイポイ、はい、ということで、新年一発目なんですけども、おめでとうございます。今日は1月5日ということで、はい、まだスニーカー1足しか買えてないので、はい、新しいスニーカー企画はまた来週、はいはい、あ、そうなんですね、はい、で今回は久々の、はい、トップ5、はい、やりたいと思うんですけども、はい、スニーカートップ5。スニーカートップ5。何のスニーカートップ5？はい。赤い靴。赤い靴。くれないに染まった。赤い靴履いていた女のこんな歌ちゃうかなんかわからんけど。わかんないです。ということで赤い靴、はい、トップ5。はい。まあレッドスパイダーやし。はい。まああの正月って赤と赤紅白みたいなの多いやん。あ、そうですね。なのであの、はい、まあちょっと赤メインのスニーカーを持ってきたんですけども、はい、ジョーダン1のシカゴとブレッドは抜きました。シカゴとかブレッドとスマクロも、そういうのは抜きました。はい、ちゃうので、あ、違うので、それはちょっともう入れたらさ、はい、もう絶対シカゴ1位とかなるんやん。はい、そうですね、抜きました。はい、はい、なので、まあ、そういう感じでやっていきたいと思います。はい、それで言うたらなんか写真でなんか優勝してませんでした？あのインスタグラムの写真かなんかで、レッドスパイダーキックスの、はい、なんか俺もよくわからんねんけど、はい、なんか優勝してましたよ、なんか優勝しました、ね、チャンピオンになってましたよ、なんか去年俺もよくわかってないねんけど、よくわかってないですね。いや、なんかいきなり DM みたいなの来て、はい、クリスマスをモチーフにしてる写真のなんかコンペティションみたいなのあんねんけど、はい、参加せえへんみたいなの来て、はい、でもどっちでもいいでみたいな、はい、感じで返したら、はい、勝手にエントリーもされてて、もうどっちでもいいで言ってたんでね。そうそう、そしたら優勝してた、ほんなら優勝してたっていう、はい、これ見てる人も、はい、あの多分レッドスパイダーキックス、はい、チェックしてくれてる人多いと思うから、そう、多分応援してくれた人とか多いんじゃない。ああ、なるほど、まあ、おかげさまというのがちょっとね、あんま別に優勝したいと思ってなかったんですけど、いや、まあまあ何はともあれ、とりあえずでもフォロワー1000人ぐらい増えたんでじゃあもうチャンピオンから赤い靴トップ5、はい、歌ってください。行きましょうかね。はい、はい、ということで、じゃあまず、はい、第5位。5位、はい、第5位なんですけども、はい、早速ですけども、はい、こちらの、はい、おと、それはあ、シュプリームのシュプのあのエアフォースワン、はいはいはい、です。すごいですね、それ結構昔のやつですよね。そう、結構昔のやつやねんけど、はい、これいいなと思う。はい、たまーに履くねんけど、はい、ソール履いてるから汚いねんけど、エアフォースのハイとかってあんまり、はい、あんまりね、はい、もうエアフォースローのイメージだと思うんですけど、はい、結構俺これ好きで。そうっすよね、はい、かっこいいですね。もう94っていうのは94は、はい、まあ文句が死んだ日だよ。9月4日ですか。なんか言うよ。ちょうどひいばあちゃんの命日やな。そうそう、おばあちゃんの命日。はい、9月4日そういうの。これが第5位です、ね、あ、5位派手やけど結構履かれてるみたいですね。結構履いてますいう感じ、はい、まあ、最近とか全然履いてないけどね。あ、昔、はい、かっこいいですよね、まあ、シンプルで思っていいんですけど、どうでしょうか。はい、かっこいいと思います。それだけ僕にコメント求めるもっとなんかあるやん。いや、なんか流線形でシャアが履いててもいいと思います。次行くで。はい、お願いします。すいません。まあこれがとりあえず、はい、5位と5位ですね。はい、で第4位。4位、はい、第4位なんですけどね、はい、クリスティアーノ・ロナウド、はい、サッカーの選手ね、はい、あれの人のやつ、はい、そんなんあるんすね。 CR7、 すげえ、なんすかそれ。これ97ですね。なんかいっぱいこう傷が、傷というかこう継ぎはぎみたいな、継ぎはぎみたいなのがいっぱい、結構おもろいなと思って、こうパテントなってたり、はい、レザーなってたり、ね、蛇側なってたり、なんかこう継ぎはぎみたいな、なって、いろんな赤が、そう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 、すごいっすね。これおもろいなと思って。クリスティアーノ・ロナウド、どうですか。かっこいいっす。あ、すごいですね、なんか。え？かっこいいですね。わかるかな。はい。まあ、これを用意にしたんですけど。はい。それも結構履かれてたんですね。いや、もう久々見たら曇ってるな。なんやったら後ろに、ほら、裏に、それ、クラブ行きましたね。え？
その靴でクラブ行ってますね。何？その裏にクラブ行きましたね。それ履いて。お前やな。はい、なんか紙吹雪ついてますもんね。お前やな。そのまま入れてたな、はい、俺。なんかついとるわ。まあガンガンこれ履いてたからね。はい。はい、クラブとかに入っていくには。まあまあクラブとかにもまあ履いていってましたよ。かっこいいですね。はい、どうですか。ダメですか。いや、なんかシャア専用みたいで。ちょっとなんかここ吹いた方がいいけどね、今。吹くと。だいぶマシなんだけど、そんなエアー全然まだいけるはずなんで、これ2、3年前やったと思うんだけど、ね、あ、出たのか、その、うん、あ、すげえですね、はい、CR7、クリスティアーノ・ロナウド7ってことですね。俺は好きなんですけど、あなたはどうですか。いや、僕も大好きです。だからポルトガル代表っていうことでしょうね、多分、うん、緑と黄色とありますし、あのこれとね、はい、これね、それポルトガルのイメージでしょうね、多分サッカーの、はい、いいねんけどな、これ、はい、まあ、これが良いですね、はいはい、かっこいいですね。じゃあもう3位いってもらっていいですか。いいですか、はい、じゃあ3位いきます、はい、3位はちょっとまあ定番じゃ定番やけど、はい、まあ、一応やっぱ、はい、これかな。僕生で初めて見たかもしれないです。ほんま、はい、まあ、イージーってやつですよね。いや、イージー2ですね。定価めっちゃ高いですよね。いや、そんなちゃうん、今もっとなんかいっぱい高いのあるやん今。いやいや、まあそれで言うたらもうこんなんてインスタグラムでしか見たことないですね、僕は。あ、そうなの。はい、あ、これいや、いいじ、それをベタというのか。まあもうちょっとね、はい、やっぱこれ選ぶでしょうねって思ってた人もいけると思うので。けどほんまにあのシャア専用ゲルググみたいです。ゲルググみたいやろ、はい、ほんまにねえ、ゲルググやで。ねえ、うん、ゲルググですね、これ。かっこいいですね。やっぱちょっとカニっぽいな、カニエだけに。いや、そこかかってないでしょ。カニの甲羅に。カニエやから、しようなんて。日本人作ってますよ、それ。ちゃう？はい。カニエって、なんかカニの甲羅みたいな。まあまあ、これね。はい、かっこいいですね。やっぱり。まあ、これが、はい、第3位。3位。いいですか？いいと思います。赤いですね。赤いね、今。はい。で、また赤いです。はい。はい、第2位ですね。はい。第2位はね、ガールゾンクライ。ガールゾン、ドンクライ。ガールゾンクライの。はい。SB なんですか？ SB、SB。はい。の、まあ、これね、赤。どうですか？いや、それはなんか、T シャツとかもね。まあ、ガールゾンは結構、まあ、みんな今ね、はい、人気のブランドなんです。そうですね。結構でもそのこの配色っていうか、なんかこの色が結構好きで、ヌバックナンもまた結構好きで。ヌバックナンかなんですね、うん、それは。汚れたら汚れが落ちにくい。そう、まあ、ちょっと汚れさせたくないねんけど、まあ、いいなと思って。やっぱりガールズドンクライの文字の感じでナイキって書かれてるんですね。どこ？あ、その後ろ。あ、ここね。ね。うん、どうか、かっこいいと思います。これは赤い靴いっぱいありますね。赤い靴いっぱいあるよ。やっぱそれレッドスパイダーに引っ張られてるんですか。いや、赤の靴かわいいかい。いや、確かに。まあでも赤い靴とか履いてるやつ絶対頭おかしいけどな。自分で言うてますけど。だって赤い靴なんか、はい、履く。いやいや、けどまあまあまあ、その差し色にはもってこいのカラーじゃないんですか、赤とは。赤の靴履いてるやつは大体頭おかしいで。いや、もうそれはもう何とも言えない。そんなことないですよ。絶対そんなことないですけどね。はい。じゃあ、はい、堂々の。第1位。1位。はい。ベストオブレッド。俺はね、はい、やっぱこれですね。はい。1位は。1位。はい、すいません。ああ。ジムレッド。あ、ジムレッド。まあそんな人気ないんですけど、これやっぱ好きなんですよ。それ、はい、な。え、これ普通のゴジね、うん、あ、そこなんかヌバックみたいになるんですね、上のところ。え、アッパーのところ。ここな、ヌバックと、はい、あのレザーの使い分け、うん、僕サイズなかったですね、それプレネで買おうと思った。あ、そうなの。28しかなかった、ね、俺結構ね、これがやっぱ好きなんですよ。これ前にもなんかこれ紹介したと思うんですけど、はいはい、もう全然プレネついてないから買いやすいと思うんだけど、ちょっとだけついてます、ね、気持ちやろ、はい、
そんなさ、ここら辺のやつに比べたら、あ、まあ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 多分知れてると思うけど、はい、まあこれ、俺結構好きな衣装、まあ、言えば、もう真っ赤に白みたいな、いいっすね、ちょっとね、あの正月でめでたい感じが出てるんじゃないでしょうか、はい、それこそ1位のやつはめでたいですね、はい、紅白、紅白って感じでしょ、はい、あ、まあこれね、はい、あのなんかいい感じやな、この真っ赤っかっすね、赤いな、はい、だいぶ赤ない、はい、ちょっとそれで言うとイージーがちょっと朱色というか、俺まあそうやね、真っ赤っていうか、はい、ちょっとオレンジよりというか明るいね、赤の、そうですね、発色がね、なんかいいですね、どうですか、いや、いいと思います、ベスト5、これがまあ赤のスニーカー、はい、ベスト5、はい、じゃあ次はブルーでいきましょう、ブルーもできるし、イエローもできるし、グリーンもできます、グリーンもできるし何でもできるやん茶色もできるし、ね、茶色もできますか、ブラック、ブラック、ホワイト何でもできんねんけど、ちょっとやってほしいですね、赤の次は、まあけどジュニア君があんまりグリーンとかイメージないですけどね、あんまっすか、はい、まあそれなりに持ってんねんけど、あんままあ、はい、そこまで入ってはないかもしれないけど、ね、はい、ということで新年一発目はこういう感じで、はい、スニーカー紹介というかスニーカー動画ですね、はい、やりましたけど終わっていいかな、はい、はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで、また来週多分やると思いますので、はい、ではあちゃー、そのチャンネル